はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ってことでね、あの、ポッドキャストを配信していこうと思います。え先日ですね、あの、YouTube のスタジオってあるんですけども、そこ見てたらね、えポッドキャストってメニューが加わってまして、ゆね、調べていったら、ちょっと YouTube でもねえ、ポッドキャストが始まるみたいでね、今ではね、今、今ではね、中華ね、今はね、アメリカだけサービスが始まってるみたいなんですよね。でもね、 日本でもね、後々始まるみたいなんでね、ちょっと、えポッドキャスト、ね、挑戦してみたいなと思ってしております。新しいものを見つけたらね、ちょっとやっちゃう結構ありますんでね、とりあえずポッドキャストしていこうと思います。ね、スーパーでポッドキャスト、何しようかなって感じなんですけどもね、っていうかさ、さっき、 あれ話そうって思ってたんですけども、始めた途端ね、ちょっと忘れちゃいまして、なんだったっけなっていうかね、マイクスタンドを持ってくるのを忘れたんですよね。<laughs> ってことで、今回はね、手に持ちながら話していきたいと思います。ほんとね、なんだったっけちょっと忘れちゃいましたけどもね。ね、YouTube、Podcast、ね、Podcast、ね、 ポッドキャストと言いますと、大体音声中心なんですよね。音声中心というかさ、音声ですよね。ラジオみたいな感じなんですけどもね、YouTube の場合はその映像もね、配信、映像も配信というかさ、映像も含まれるみたいで、まあ、再生リストの特別な再生リストって感じになるんですかね。ね Google の方も確か、ポッドキャストのアプリあったと思いますんで、そちらの方でも配信されるようになるのかなって感じもしますけどもね。まだ 日本ではね、サービス始まってないんでね、どうなるかわか,かんないですけども、ただね、その YouTube スタジオの方ではね、ポッドキャストのメニューが入ってますんで、まあね、近いうちに日本でもね、ポッドキャスト、YouTube のポッドキャスト始まるんじゃないかなーって思ってね、とりあえずしております。あのショートの時もそうだったんですよね、あのショート動画初めて作った時はですね、まだ、 インドでしかね、配信されてなかったんですよね、リリースがね。インドであるよね、YouTube ショート。インドで配信されて、まあ、その後に、まあね、えー、世界各国広がって、さまあ、サービスがリリースされたって感じなんですけども、えー、その時ねあの、日本でもね、一応ショートの投稿はできたんですよ。まだね、YouTube のアプリがとあのショートに対応してなくて、まあ、その時にショート動画撮ろうとしたら、 あの縦画面で、えっと、60秒、60秒以内の動画でね、で、上げた後に、まあ、ハッシュタグのショート、ショーツだったかな、どっちか、ショートかショーツ、SHORTS かな、ね、をつけてあげるとね、YouTube の方がショート動画と認識して、認識してね、ショート動画配信って感じになってたんですけどもね、今はで、ね、も、アプリ側でショート撮影ってありますんで、そちらでね、撮って配信したり、 できますんでね簡単になっておりますけどもね自分がショート動画始めた頃はねまだねまだアプリが対応してなかったのでそういう感じでしておりましたけどもねそういう感じでね日本で正式リリースされる前にですねちょっと新しい項目新しい情報入ったらねとりあえず試してみたいなと思ってしておりますねえ当今ショート動画 YouTube ショートめっちゃ流行ってますよねね TikTok からでしょうけどもね ね、ショート動画最近はねやっぱショート動画ですよね自分も YouTube よりかさやっぱりショートの方を見る機会が多いですもんねね本ほんと見たい動画だけ YouTube の方で見てあとはショートって感じですかねねって感じでねショート動画もね YouTube のショートもねちょっとおかしいんですけどもね <laughs> なんかさ自分が上げる YouTube ショートってさあの 1000から2000までは再生されるんですよ動画によってはねでそこでいきなりガクンって減るんですよね波がねこう来てこういくんですよね1000から2000越したとたんあれ何なんでしょうねそういう壁があるんでねなるんでねその壁をね乗り越えればバーっていったりするんですけどもねなんだろうな評価の数でもな数なのかなでも数が 少なくても上がったりするんだね。ほんとかんないですね、今のところ。まあ、どうなんでしょうね <laughs>。って感じでね。いてことで、ポッドキャストね、これからちょくちょく配信していこうと思いますのでね、よろしかったらね、聞いていただければと思います。今回はね、ぐだぐだ話しましたけども、 ね、ちょっとテーマを決めてね、話していこうと思いますえ。スーパーに関する話題とかね、プライベートとか話していきたいと思います。えまだスーパーに関しましてね、こういうこと話してほしいとかありましたらコメントいただきましたらね、ちょっとその項目についてお話ししていこうと思いますの、ね、で、よろしければですね、コメントお願いいたしますということで、ポッドキャストもね、配信していこうと思いますので、ね、えー、どうなるか、日本ではどういうふうに、ね、 見られるようになるのかは分かりませんけども、とりあえず始めていきたいと思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきまして、ご視聴、ご視聴、視聴聞くか大丈夫か、<laughs> 見るもんあるもんな、ね。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、またです。バイバーイ。